今聞いたでしょ。久しぶりに呼び出された理由がこれかいな。せっかく番組終わってのんびりやってたのにな。残念ながら楽天の日々はもうおしまいだな。ああ、すでに放映再開の日取りまで決まってる。もうそんなディープなことまで。放送開始のゴーサインはあれほど手間取ってたのに。世の中現金なもんさ。でもなんで上の人たちが商売優先で決めたことに私らが付き合わなきゃなんないのよ。経済は社会の基本、人気はおまんまのバロメーターよ。昔の人が言ってた。いつまでもあると思うな人気と仕事。才能の枯渇も恐怖の対象ね。明日の保証がないこの世界、こうして仕事があるだけマシってもんよ。まあそうね、病院のベッドで寝てるよりは確かにマシだわ。了解、やりましょう。現在の状況は？それがマジにスケジュールないのよ。脚本は今日まで、セリフの取りはなんと今晩なの。だから夕方までにアイディアまとめないと間に合わないのよ。そんな無茶な。仕方ないわよ、キングの大月さんの意向なんだから。一度 OK しちゃったし、まあこれも人気番組の宿命ね。すでに決定済みの事柄に今更文句を言っても始まらないわ。現実を素直に受け入れ対処しなさい。ドエモ、ドエモもストライキもないわ。いつまでもダダこねてないで。そう、今や問題はどうやってこの危機を乗り越えるかよ。みんなで力を合わせてですね。偽善的鼻からこりゃ見え見えでベタベタの展開やな。と近頃の子供は随分冷めてますね。そんなことより今は具体的に問題点を列挙、その分析比較、後に叱るべき結論を導く時じゃないんですか。すっごい、近頃の子供はしっかりしてますね。そんなことより人気の回復、維持、増幅をストレートに願うなら、えらいなくあの男の復活を今は試みるべきでしょう。ご心配なく、すでに彼は用意してあるわ。渚カオルです、再びよろしく。出たわね、ホモ男。根拠の足りない言いがかりはやめてくれないか。おっと、君に足りないのはおつむと慎みの方だったかな。余計なお世話よ。なんや、全部しつかれて怒っとるだけやないか。うわ、どうすって。ノータリーは黙ってなさいよ。お前こそほんまに足りんのは父の方やろ。お腹の方はこんなに余剰しているのにね。あんたたちに足りないのは人を思いやる心だけよ。あんたっていうのはね。君らに足りないのは協調とチームワークだよ。現場に足りないのは時間と予算。くだらない足りない合戦をやっていたずらに時を浪費する間に放映再開の日時は刻一刻と迫ってきてるよ。いわゆる大ピンチってやつですね。しかしこの短時間にシリーズ再開なんて至難の業、どだ無理な話ですよ。そうだから、この際思い切った路線変更が必要だわ。そこで番組延長に伴い、スリークール以降のシリーズ強化案を広く一般にも募集することに決定したので、柱に集まってもろたわけやな。ええ、皆様からの忌憚のないご意見を期待するわ。やはり致命的欠損はあれっすよ。うん。
題点を模索しましょう。はーい、問題定義。何やすか。本番組の最大の失敗は主役よ主役。碇シンジ君ね。そう、このネクラに主役を張らせてるのが根本的間違いだったのよ。大地、このバカまだ一言も喋ってないのよ。これで主人公と言える？あ、ごめん。あんたバカ？開口一番がそれ？反省の色なし、もはや処置なしだわ。謝り済むとまだ思ってる。なるほど、確かに一理あるわね。うん、まずは主役の交代だな。ああ、問題ない。そんなバカ。信二はこれでよし。次はこの女よ、綾波レイね。そう、ダメ押しに新規クサスのゴンゲ。この人形女をなんとかすべきね。だが人気はダントツナンバーワン。ああ、彼女に問題はない。それが消せないのよね。出番もセリフもほとんどないくせに、ただフレームの隅っこに立ってるだけの楽な仕事で人気ばっかさらっちゃって、いつもトーク人形みたいに、ならそうすればとか、そうよかったわねとか、さよならしかしゃべらないくせに。ああ、もう超ムカつけ。アスカはこの頃どこでも同じこと言ってるね。そんなに気になるの？うるさいわね、バカ信じのくせに。しかし、アスカの言うことも一理あるわね。うん、ただでさえ人気の集合体レイが喋ればもっと人気が出るかもしれないわ。うん、試してみる価値はありそうだな。ああ。しかしこの状況下でもはやハイリスクを背負うわけにはいかないわ。外しの少ない学園ラブコメ路線で行きましょう。転校生の綾波麗かの。そう、多分3人目。影の番長、このアスカ様の前を黙って通るとは、心がけじゃの。そう、わからない。もう一発詫び入れさせてもらおうか。ならそうすれば。もっとなんか喋ったらどうなんや、ムカつくの。喋っていいの？喋れるもんやったら喋ってみ。ああ、さっきから黙って聞いたら言いたいこと言って何。あのアスカっての、自分がいつもダブルスコアで人気投票負けてるからって根に持っちゃってさ、だいたい若さと元気だけじゃ何事も限界あるってのよ。これではラブコメじゃなく番長ものみたいですけど。言われるまでもないわ。だが問題はそこにあらず。カンナ、ああ、設定変更の必要なし。あんたがバカね。こんなのは私の例ではない。すっきりした。というわけでレイは現状維持ということになったわ。しかしこの閉塞的危機的状況を打破する抜本的アイデアはないのかしら。はい、はいはい、この私に超グッドなナイスアイデアがあるわ。何やすか。接待物よ。接待物？そう、すでに40年の歴史を誇る往年の特撮シリーズ、いわゆる接待物をやるのがベストよ。でも今だけオタクか子供しか見ないと思うよ。あんたバカ？そこも狙いよ。大きいお友達だけでなく小さなお子さんまでゲット可能で、まさに一石二鳥、人気倍増よ。なるほど、一理あるわね。幸いパイロットも5人揃ってるし超バチグーね。この主役は？当然リーダーは正義のレッド。赤い戦闘服なんだからこの私で決まりね。僕じゃダメなのかい？何言ってんの。今も昔もこれからもレッドはリーダーって相場が決まってんのよ。こいつ自分が主役になれるから戦隊ものにしたかったんちゃうか。男のくせにしつこいわね。電話急げ、早速やるわよ。新戦隊エヴァンゲリオン。新たな使徒が発生したわ。全員出動。レザー、いい？みんな行くわよ。レザー、待て。スーツの色は正義の進化、努力根性のセカンドレン。よろしくね。の色はおつむ真っ白、無口朴念人のファーストホワイト。いい、仕事だから。スーツの色はネクラの青、筋金入りのバッ、人見知りのサードブルー。逃げちゃダメだ。スー
の色は関西弁の緑色、熱血お調子者のフォースグリーン。降りてもええか。スーツの色はひねくれもんのカラス色、ナルシスホモのフィフスブラック。歌はいいね。このシビアな時代を切り開く新戦隊エヴァンゲリオンとブロードブレード。アスカばっかり張り切っちゃって。リサーチの結果はどう？ダメです。視聴率観測メーターピクリとも動きませんね。激励も苦情の電話もかかってきません。ファックスも沈黙を守っています。誰も見てないってことがリテイクだな。ああ。今さら戦隊ものというのもありがちで目新しくなかったということかしら。人様のテイストを加工なくそのまま加味する行為そのものがイージーかつリーズナブルだったのかもしれないわ。反省反省。別にいいじゃん、好きなんだから。とにかく路線変更もやむなし、このままじゃジリ貧だわ。このままではこの番組もろうそくの炎のごとく、ただ痩せ細りついえていくだけの運命よ。あの、視聴者のご意見ご感想も取り入れ参考としたらどうでしょうか。グッドなアイデア、さすがはシンジ君。時代への歩み寄りですね。でも100にこびてばっかだとろくなものにならないわよ。この際それもやむなしよ。売れない商品に価値はないわ。桂木さん、これはどう？うん、でもね、エヴァは巨大ロボットのくせに変形合体しないのがつまらないです。なるほど、確かに一理ありますね。だがしかしそれを今さらどうやって。そうだわ、とにかく一度的にコテンパンにやられちゃうのよ。その後 CM 明けか翌週持ち越しで起死回生するわけか。なるほど、シリーズ半ばでの主役メカ改造、いわゆるパワーアップね。ゼロ号機ですでに回収はしてたわよ。手ぬるい。あんなの色が変わって合図する程度じゃない。もっと大幅な改造が必要だったのよ。今のじゃダメなの？あんたってつくづくウルトラバカね。今日空も飛べないロボットなんて時代遅れも甚だしいわ。武器セットも単体商品で出すにはまだ数が足りないわね。うん、エヴァの変形合体および大幅なパワーアップパーツだな。ああ、問題ない。3機ともいいわね。新変形システムを試す。
そう、敵よ。敵はどうすんのよ。敵はテレビの24話で最後の人倒しちゃったわよ。僕のことかい？あんたまだいたの？とっとと敵に戻りなさいよ。いや、愛する人のために仲間を裏切り正義に寝返り味方につくのも世の王道だよ。美少年ならなおさらね。ならいれば。時間がないわ。状況を整理しましょう。敵、つまり使徒の正体が分かりづらいのも問題点だと考えられます。うん、やたらとボケててはっきりせんかったからな。ああ、それが問題だな。で、次はいかにその点を解決するかね。そうだわ、自己紹介よ、自己紹介。私は火星から来たブラックゴッド星人だ。愚かな地球の人間どもめ、我が配下の宇宙使徒を使って皆殺しにしてやる。ほら、これで敵の正体、目的、その組織が一目瞭然になったでしょ。画像分かりやすくなったな。殲滅なんて言わずに皆殺しって言えばよかったのね。さらに途中からもっと上の敵が現れるのよ。デザイン同じで色だけ変えるのね。私はあんなヘナチョコのブラックゴッドではない。大宇宙のブラックホールからホワイトホール経由で襲来したスペースブラックゴッドだ。我が配下の円盤使徒を使って皆殺しにしてやる。そして舞台は宇宙へと変わるのよ。バックが宇宙だとレイアウトも背景も手間が減りますからね。ロボットも歩かず引きで済み、撮影も助かります。ナイスアスカン。うん、パーペキだな。ああ、あと人気上昇の秘訣といえば、やっぱ動物よ動物。マスコットキャラにもっと活躍してもらわないと。わかりやすくペンペンが日本語を喋るようになるとか。それナイス。そうね、ではペンペンに何か話してもらいましょう。さっきから黙って聞いてりゃ、またゴリを無視して話進めやがってよ。時代は鳥、鳥、鳥なんだよ。俺さえ出しときゃキャー可愛いプリッキー喋りかってるまで女子高生がわれわれ寄ってくんだよ。まずは俺が。まずい、アスカ止めて。待ちなさいよ。いかん、もう時間がない。まとめに入りましょう。あと補足するとすれば、アクションっすよアクション。毎回胸のすくような。やっぱ女だったらトレンディードラマよ、トレンディードラマ。大人のシャレたドラマね。司令交代。円盤使徒によるネルフ全滅。旧キャラクターの整理、新キャラクターの登場。夏冬おなじみの怪談も。揺らぎのない緻密な世界観。エヴァ兄弟。なにわのアキンド。ど根性もいいかな。アスカの好きな関西乗り。神戸と大阪とはちゃうわ、一緒にせんといて。丹尾がまだ足りないね。ホモは黙ってて。発行の旅館の女主人っていうのもいいわね。場所も温泉名所ですね。で、伊勢海老とか売りにするわけ。司令交代。大学病院で野望を持った男の栄光と挫折。熱血ポコンが足りん。歌よ歌、ミュージカル、魂の叫びね。しかしそれらは全てセルマイスと手間がかかりすぎます。過剰なサービスは破滅のもとね。いかん、このままでは収集がつかん。多数決か、抽選で決めましょうか。いえ、失敗したアイデアの編集で貴重な時間を食いすぎてます。もうスタジオ入りまでいくらもないわよ。この際一刀両断な結論が必要ね。そうだ、音だけアニメよ。音だけアニメ。そう、番組スタートの瞬間から停電するの。そしたら画面は真っ黒、 BL ベタで済むし、セルは1枚も書かないで済むでしょ。お、なるほど。おまけに SE も BGM も役者であればダビングの手間も省けて私たちのギャラも増えて、まさに一石三鳥。ダメだったらナレーションで何とかするのよ。いや、もうえん、それでいくか。ガシ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 ガ
バシッバシッバシッダーッドワーッ。エヴァ初号機が使徒に勝ったわ。かなりの苦情の電話が。抗議のファックスも殺到しています。ダメです、対応できません。しかし視聴率メーターは過去最低、計測不能を示してます。あっちゃ、無様ね。納品拒否、いや打ち切りだな。ああ